本日は、2022年のニコニコ超パーティーに行ってきた VTR、および、感想動画です。解説動画じゃないの珍しい。旅の始めは、ここ大阪府の繁華街梅田からです。例としては、かなり限られてるスタートだけど、しょうがないね。なお、30分寝坊した。は?さてと、トイレに。早く行けよ。いやー、早朝の大阪駅の景色は格別だ。遅刻してるんだよね。ギリギリ、新大阪駅に到着しました。ここから、新幹線に乗ります。これ間に合ってなかったら、どうなっていたか。それでは乗り込みます。料金の関係もありますが、やっぱり東京が終点の新幹線が多いので、埼玉には乗り換えで行きます。いつ見ても、名古屋ってすごいな。久屋大通りに初めて行った時、その美しさに圧倒されました。これもう超パ関係なくなってない?巨大な山が見えました。多分、富士山でしょうね。写真に収めようとした結果です。何も見えないんだけど。いよいよ東京に到着です。新幹線と通常列車で、ここから大宮まで所要時間は大して変わらないので、ここから通常列車に乗り換えます。4年ぶりだな、新都心駅。何様のつもり?見てください、あれが埼玉スーパーアリーナです。ボカロが僕の人生にとっての柱になった、まさにその場所です。規模がすごいよね。国運指定で昼飯食べてきました。最近、節約で野菜取れてなく。よくないよ、そういうの。こんなのがありました。これはすごい。今年は、いろんなブースを回るのが前半戦でした。解説動画が古い情報になったのね。ちなみに、所持金が厳しくなってきた。ライブが始まるまでだいぶ時間があったので、外も歩いてみました。外にあった物販店で、ペンライトを購入。お金使いすぎにもほどほどにね。ライブ終了後、ホテルに着きました。格好が中二病みたいな。ちょっと、見切れてる。それじゃあ、今日の戦利品。というほどではないけど。あれ?なくしたんかい。だいぶ慌ててる。ありました。ニコニコのイベント限定ペンライトです。ちなみに、この格好で超パに出没はしていません。それじゃあ、さっきの映像は何だったの ?2 日目、大宮駅前です。ここの祖号もほんと懐かしい。少しだけ、大宮駅周辺の映像です。それじゃあ、大宮駅から、埼玉新都心駅へ向かいます。到着しました。今日は午前中に時間があったので、少しだけ風景撮影をしました。あそこの NTT のビルのすぐ近くにアリーナがあります。すごい。どうしたの?アンさんが目の前にいた。え?って言ったら、こっちに降ってくださった。めちゃくちゃありがたい。中での飲食を楽しみ、所持金が底をつきました。言わんこっちゃない。帰りの分はベッドで用意してあるので、ここからは一切の買い物もできないということもあり、今朝、物販の列がどれだけあったかをお知らせします。そういえば、この辺りってよく仮面ライダーの撮影に使われていると聞いたことがありますね。自分が到着した時には、この辺りまでだったかな。自分が5年前に来た時は、階段にまで列が及んでた記憶があります。ちなみに、お金が底をついた要因の一つなんですが、ペンライト用の電池を買ったら、単4電池ではなく、間違えて単3電池を。アホなの?もう、アホということで構いません。歩き疲れ、時間まで休憩エリアにいました。周りの方々も、ライブ前なのに疲れがかなり溜まってる様子でした。
しかし、やはり本番にもなると、どこかに溜めていた活力を、総動員して楽しんでいました。ちなみに、この楽曲はトリコロールといって、超パも含めたミュージック超会議のテーマソングです。やばい、人生でこれほどの喜び感じたの。大学に受かったっと今日ぐらいだ。超パはしょっちゅう、1時間以上の延長がある。おかげで、だいぶ遅くなったが、アンコールがあっても、自分は絶対に乗じただろう。今年は、時間の問題だろうから仕方がないけど。急げー、夜行バスが間に合わない。さっきアンコールあったら乗じるって言ってたでしょ。こうして、感動と焦りを抱えて、埼玉スーパーアリーナを後にしたのだった。なお、人がいるところでは、走るのはさすがに危ないので控えました。これでまた、大宮とお別れですね。超パ以外でも、自分が世話になったことのある土地なので、いろんな意味で思い出の場所です。夜行バスに乗り、無事に帰還しました。本当は、全員分言いたいのですが、時間の都合上絞らせていただきました。MC は、超パではおなじみのヨーランさん。4年ぶりに生の声が聞けて、実家のような安心感を感じました。しかも、もう二人の MC も話をうまく続けられていて、ルカさんによるミクさんの真似を挟みながら裏表ラバーズの歌ってみたが実にうまく、ニーナさんによるカラクリピエロやヴァンパイアの踊ってみたもキレのいい動きで素晴らしかったです。で、サプライズゲストがすごすぎる人物でした。1日目にゆうたさん、2日目にキスマイの宮田さんが来るなんて予想だにしてませんでした。宮田さんは、カラクリピエロの歌と振り付けが圧巻でした。妻さんというゆうたさんの即興で曲を作る能力が炸裂し、粗品さんは、ライブを用いた新しいタイプのネタを持ってくるという才覚を見せました。2日目に関しては、歌い手さんたちで影プロメドレーが行われ、デイズに関してはメイリアさんが来てくれるというありがたさ。その後、東宝。鉄道太郎さんが、東宝での司会を務め、神主様が登場。本人曰く、飲んで暴れただけとのことでしたが、あまりにオーラがすごすぎて、会場は大盛り上がり。あのお方一人いるといないで、何かが全然違いました。しかも、ジルノのパーフェクト教室も聞けたことが、個人的に嬉しかったです。ボカロ P もみんなすごい人たちばかりで、スリーさんは、配信で顔をぼやかす加工により、スリーガラスというネタが生まれました。ピノキオ P さんも盛り上げ上手。怪力ベアさんに関しては、ギターを弾いてる様がとにかくかっこよく、実にクールな方でした。特にすごかったのはキクオさんですよ。超会議でキクオさんを見に行かなかった自分がアホだと思いました。あの人の奏でる音が恐ろしいほどの中毒性を持ち、自他ともに、凄まじい勢いでペンライトを振りまくってました。てっきり、本物の魔術師かと思ってしまうほど。アドさんに関しては、配信は見れないとのことでした。直接言ったものによる報告ですが、変更版と思われる板に囲まれて、後ろのスクリーンの光が散乱されなかったため、シルエット状態となり、顔は見えませんでした。ただし、服装の形ははっきり見え、よく目にするアドさんのイラスト通りの服装でした。すごいのは、振り付けしながら歌っていたことで、曲と曲の合間はかなりの息切れをしていたので、いかに自分の情熱を原動力に変えて臨んだかが伝わってきました。バッドアップルやブラックロックシューターをあの人の口から聞けただけでなく、最後には、うっせぇわを聞くことができました。アドさんのエネルギーのこもった声と、この曲を聴ける喜びが僕の胸に突き刺さったのか。一番が流れている間、自分の目から涙がボロボロ流れ、腹からは変な笑いが起きそうになるのをこらえていました。アニソン枠が用意されているかは定かではないですが、昔は松本里香やケモフレの声優さんが来てくださっていましたが、今年は、チキチキバンバンの本家様が来てくださってました。そして、1日目のボカロ前が、ハニーワークスという贅沢。2日目、踊り手のペンタさんのダンスレッスンというのがありまして、パート1には参加していなかったため、パート2にいきなり参加。正直、自分は周りの客の動きについていくのに奮闘していました。踊りに必要なのはパッションという、言葉通りの情熱を感じられ、丁寧な説明と、優しい口調に、自分の中での好感度が爆上がりしました。あと、歌い手さんの方々についてですが、
ファッキュンとアンさんを見れただけで大いに意義がありました。初めてボカロも含めニコニコ関連のイベントに行った時に印象に残ったのがこのお二人だったので、この場で見れたことが最高としか言いようがありません。アンさんに至っては、2日目にブースを巡っていて、1回目に出くわした時、手を振ったらこっちに振っていただけるという光栄。しばらくすると、もう一度出くわしたのですが、その時には後ろに大名行列が出来上がっていたことから、いかに多くの人に愛されているかを実感しました。手術前の最後の公演とのことで、舞台裏の動画を拝見し、カメラの人にまで笑顔を与えようとする姿勢にも感動いたしました。手術後に、元気な姿でまたそのお姿を拝見できることを心待ちにしております。あと、日向坂の斉藤京子さん。この方の歌い方がすごかったです。ヒイラギ嫌いのラブか、ボッカでラベリタという難易度高めの曲を披露。それを、ただ歌うというよりも、曲のダークな雰囲気をその声で体現しておりました。ただし、アーカイブで見るとその雰囲気が減少しているように思えたので、やはり、本人が目の前にいるとき、彼女の凄さが発揮されるのだろうと思いました。そして、小学生さん。声を大にしています。かっこいいっす、大好きです。バツプロの方々がヤンキーボーイヤンキーガールを踊っているさなか、後ろに椅子が登場し、その椅子に座ったまま、圧倒的貫禄を見せながらシャンテを、あれで痺れないわけがないです。しかも、その後に歌詞太郎さんと惑星ループを披露。今のクールな雰囲気でこの曲を聴くのは、新鮮な気分でした。そして、歌詞太郎さん。チルドレンレコードをテンポよく歌っており、アコースティックギターの音のみの伴奏の下で、原曲の深みを想像させる歌い方が印象的でした。松岡さんは、安定の下ネタをするかと思いきや、神っぽいなをかっこよく歌い、からの安定の下ネタに走り、後ろに幸子さんが立っている様子が実にシュールで面白い。幸子さんに至っては、ファイアーフラワーを披露。爽快な感じで盛り上がるイメージの曲だと認識していたのですが、あのゆったりとした歌い方と、美しいビブラート、壮大な雰囲気を体現していました。個人的に好きな方々の出演もありまして、海くんもノリーさんもモリスレイさんも声の響きが好み、思いっきり盛り上がらせていただきました。そして、肝心のボカロ。前々からキングが来るのは予想していましたが、本当にスーパーアリーナでこれを聴けるのが夢のようでした。そして、ボッカでラベリタが来て、嬉しさで発狂しかけました。ギアを見れたのもまた良き。4年前の強化で明日の夜空紹介班を聞き、自分がある困難を乗り越えた時、励みになりました。まさか、再び埼玉の地であの口からオレンジスター様の曲を聴けることになるとは。そしてガッポも登場。出演者の欄に名前がなかったので不安でしたが、途中で出てきて、やっぱり来てくれたかと心の中で叫びました。で、リンとガッポによるお願いマッスル。ボカロが開発元の枠を超えるだけでなく、アニソンを歌わせられるのも超多の凄みであることを、この場で再確認しました。で、一番驚いたのが、ボカロライブ史に残るであろうシーンですよ。ミクとメイコがダーリンダンスを歌うとき、ギターに怪力ベアさんご本人が登場。レンとカイトがテレキャスター B ボーイを歌う際、スリーさんご本人が隣で演奏。こんな絶景、初めてですよ。最後の演出の時、ミクさんが決意固めてましたが、周りの人はそれを見て涙ぐんでいましたが、僕の場合、感情が一周回って達観しておりました。その際、出番ですぞ、ミクシンとかいう、今考えても謎の言葉が頭の中に浮かびましたがね。超バンドの皆さん、タカピーさん、ケモさんといったボカロライブに携わった方々に最大限の感謝を申し上げたいとともに、今年の超パーティーのすべての出演者、ニコニコ運営、サポートしてくださった企業の方々、参加者といった、すべての方々に、一人の参加者として、心の底からの感謝を申し上げたいと思います。最高の感動をありがとうございます。来年、絶対に参加します。